柴田太一は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の騎手。双子の弟、柴田美咲も、JRA の騎手。同期には、福永祐一、和田隆二らがおり、競馬学校花の十二期生の一人である。小学五年生の時、弟の美咲と共に、JRA 宇都宮育成牧場で乗馬を開始。当初から騎手という職業には惹かれていたが競馬、そのものに、 さほどの関心はなく、共に、宇都宮育成牧場に所属していた4歳年上の小林淳一が、競馬学校に合格したことで、初めて競馬学校の存在を知ったほどだった。そして、小林が JRA 騎士として、デビューを果たしたのを契機に、自身も騎手になろうという決意を固める。また弟の美咲も、同じ進路を歩むが二人して相談するでなく、 自然と同じ志を抱くようになっていたという。入学当初は成績が芳しくなかった大地であったが、卒業時には上位2.3番目にまで挽回する森返しを見せたものの、大地のいた12期生は後に花の12期生と称されるもデビュー当時は欠出した騎士候補生がなく、ところぞ先の旧社がなかなか決まらないものもいた。大地もまたその一人であったが、 最終的に、美穂の栗田博の利休者に決まり、1996年3月、美咲と揃って、騎手デビューを果たす。JRA 史上初の双子騎手、さらに双子で、双子座ということも、話題を集め、デビュー当時多くのマスコミから注目を集めたが、大地は、結果も出していないのに、双子というだけで騒がれるのは、嫌だったとコメントを残している。同期の福永が、 デビューに連勝を飾る中、自分は自分とマイペースで進め、3月31日に初勝利を記録。8月3日には双子ワンツーフィニッシュを飾り、デビュー年は27勝を上げ民放競馬記者クラブ賞を受賞した。2年目の1997年6月29日、ラジオンパ賞をエアガッツで制して、重賞初勝利。しかしこの重賞勝,勝利の直後に、 当時の師匠である栗田の反対を押し切って、競馬新聞記者との結婚を強行し、これが原因で、栗田旧社から解雇処分されてしまい、フリーの機種となった。この事件を境に機乗数が減り始め、次第に勝てなくなり、周囲からは、調教助手への転身を進める声も出るほどだった。しかし、栗田とは後に和解し、同級者の所属場である、マイネル・ハニーの主戦機種になった。 2003年以降は、勝利数が一桁台にまで落ち込む。2005年12月10日、起乗数確保のため障害競争に初起乗。以後、平地競争、障害競争の双方で起乗するようになる。2010年7月10日、ディアディアで、福島ジャンプステークスを勝ち、障害オープン特別競争初勝利、並びに、前述のラジオ単波賞以来となる。 オープン競争勝利を挙げた。平地競争では2006年から2008年まで平地競争勝ちラゼロと大苦戦するが、2008年8月3日、新潟競馬第11競争の北陸ステークスで第1ミラクルに騎場して2着に入り、それを機にミルファームの所有場に騎場するようになる。そしてミルファーム代表の清水聡氏が、以前ビッグレッドファームに勤務していたことで、その縁は、 岡田茂之にまで広がり、マイネル軍団の馬にも騎乗するようになった。2011年6月11日にマジェスティバイオで東京ジャンプステークスを勝ち、障害重傷初勝利、14年ぶりの重傷勝利を果たす。7月2日、マイネルネオスで中山グランドジャンプを勝ち、GI 初制覇。勝利騎手インタビューでは、騎手を辞めなくてよかったですと語り。 涙を流す一面もあった。この勝利を機にマイネル軍団からの騎乗依頼はさらに増え、2006年に52回まで落ち込んだ騎乗回数が、この年はデビュー以来最多となる493回に伸びた。2012年3月4日にコスモ大空で弥生賞を勝ち、5362日ぶりの平地重賞勝利を収めた。これはグレード制導入以降、 最長間隔での勝利となった。またその騎乗ぶりを岡田は好意に取り付いてなだめるのがうまいと称賛した。4月14日、マジェスティバイオで中山グランドジャンプを勝ち、同競争連覇を達成した。2013年5月5日にマイネル法王で NHK マイルカップに勝ち、自身200勝目を h GI 初勝利で飾った。 1984年のグレード制導入以後、平地、障害療法の GI を制した機種は他に、熊沢茂文がいる。年間機場数も858回となり、過去最高となった。これ以降マイネル軍団の主戦機種としての地位を、確固たるものにし、その後も、マイネルラクリマや、マイネルフロストで重賞を制覇。岡田自らが所有する。 地方所属場のプレイリアルで形成杯をトラストで札幌2歳ステークスを勝利している。また2018年のカペラステークスでは代打としてコパのキッキングに起乗、同馬を勝利に導いている。2021年1月5日、中山競馬第12競争を勝利し、史上101人目の JRA 通算500勝を達成した。2021年1月5日、 終了時点、ありがとうございます。